皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ではバイオハザードリベレーションズ2実況プレイパート7やっていきます。よろしくお願いします。さてどうやらここにね、目には見えない敵がいるみたいで恐ろしいね。ああいう敵に限ってなんかこうね、即死とか使ってこられるとね、手に負えないぞ。で一応まずは、まずはこの辺のね、アイテム回収をちょっとねしていこうかなと思って。あ、いる。何かいる。どこどこ。まだそうじゃない、その裏か。うん、マリ、向こう何かいる。気づいた。よし、怖いな。この海の方なんか、うわ気持ち悪い。あ、結構いた。海の方です。おや、あ、ここにさっき入ったのか。海には何もなさそうか。ね、ないね、多分。うん、OK。なんか取り逃しとかあると怖いけど、進むか。あんまりダラダラしててもよくないしね。どっから進むんだ？それ。こっち？こっち。音聞こえたな、なんか。あ、なんかガタガタ言ってるぞ。どこ、何かいる。どこよ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。うん。あ、いた。モイラが反応してくれるけど、俺たちが分かんないことあるからね、これね。そうだね。向こう。こっち何もないか。何かいる。ちょっと待ってね。この辺だ。怪物、こっち見てないよ。バリー、向こう何かいる。どこだ。黒い怪物、こっち見てない。上。上。で、左上って言えばいいのかな。黒い怪物、こっち見てないよ。左上。そこじゃない、全然違う、多分。ん？あ、黒い怪物、こっち見てないよ。そこら辺だと思う。あれ違う？怖いな。あ、だだ。もっと右、そこだよ。もっと右だって。怖っこいつ。見えない恐怖。なんかある。特にない。あいつはやっぱアサルトライフルとかでぶっ放した方がいいかもしれない。ヘリコプターの方行ってみる。待って、ちょっとこの建物って入った？わかんない、入ってないんじゃない。あ、でも特に何もねえや。ヘリコプター行く、こっち行く。敵がいたからこっちだと思うんだけど、ヘリコプターの方何も見てないよね。そうだね、見に行ってみるか。敵いたら怖いな。可能性はあるけど、なんかアイテムあるかもしれない、うん。廊下の音が入りましたね、今ね。あ、開けらんない。なんだ。なんだよ。なんかちゃんと結構見た。もっと。あの見えない敵がいただとライフルもあんま役立たないな。ピンポイントに打たないといけないからね。そう。多分当たれば一撃で倒せるんだろうけど。ないか。出せ出せ。ちっちゃ。いないか。今は見えないね。この辺は虫がいる。これ虫だよね、多分ね。それね、やっぱ俺だとダメか。うん、俺じゃないと殺せないみたい。
この辺にいるんだけどね。あ、アキミ落とすんだ。あいつアイテム落とすんだ。へえ、取った。取った取った。オッケー。煙幕瓶。ここをくぐっていったの。で、俺は今ドリルを持っている。後ろ大丈夫？オッケー、なんか開いた。ちょっと待って。ん？あ、これしゃがんだ時の音楽なんだ。うん。なんか敵色とかと思ったら違ったわ。怖っ、暗っ暗っ。何ここ、あれ、懐中電灯、懐中電灯、懐中電灯、いないね。はあ、こんなとこも進まなきゃいけないんだ。あ、待って。あそこに何かいる。気をつけて。オッケー。どっちだ。怪物が来てる。え？あ、それじゃない？そん、右上。あ、あ、位置的にね。あと何かあるか。赤い箱、これは特に何もないのか。下にアイテムとかない？ないね。進むか。ん？ちょっと待って。ん？俺の方だとなんかオレンジに映ってない、あれ。そうだね。あ、動いてる、敵だ。来た来た来た。2匹いて。怪物が。どこだ。よいしょ。これあれだね、ん？6みたいにクイックショットないからこういう速いのやりづらいね。そうだね、それにすっかり慣れちゃってるからな。いるかな。いるとしたらこの上に階段があるんだけど。あ、扉だ。扉だね。ない。あ、ちょっと待って。トパーなさそうかな。よし。わお。雨が降ってきたな。ナタリア、大丈夫か？うん、平気。パパとママはどうしたんだ？死んじゃった。ここからもう地図がない。テラグリジアで。あの町にいたのか。テラグリジア。かわいそう。あ、なんかある。一人でよく頑張ったな。ナタリアは強い子だ。ららら。うん。テラグリジア。バイオテロで沈められたあの都市の生存者とは、その後はどこに？ずっとテラ西部の施設にいたの。すまなかったナタリア、辛いことを思い出させて。敵の気配はないみたいだね。なんかこう不気味な BG、んないね。今一体バリオ何を注目したんだ。あ、キーピンミッケ。煙幕瓶、爆発瓶か。ここ入っちゃっていいのかな。だね、それしか。うん、見られてる。どうして。何かに見られてる。何でもない。行こう。え？あ、待って。2匹。え、そこに？裏だね。あ、裏か。じゃあこの建物の中、多分ここに石がある。
うわあいつだ。気づき気づいた。あくそ。怪物が来てる。なめんの。お、いいね。なめんなよ。俺だって戦えんだからな。くらえ。弱点どこだ。頭みたいな。どうだ。死んだ。こっちに見ちょっとこのナターリア勇敢すぎる。たくましいね。あ、これあれ？あの男が逃げた場所？あ、はいはいはい、逃がしてくれた場所。逃がしてくれた場所。いや、俺はあいつを怪しいと思ってる。うん。でさ、それもう一つ怪しいなと思ったんだけどさ、うん、赤って発症するんだよね。ああ、うん。この子アウトじゃね？どうなんだろう。思ったの今。まあ、でもああいう力に目覚めてるからもしかして。うわうわ、ちょっと待って。え、そこに何かいる。1、気をつけて。2、3。え、これ上から行くべき下から行くべき？え、ちょっと待って。1、2、3、4。中にもいるよ。気をつけて。ちょっと待ってね。そうだね。あ、火薬。開けていい？うん。あ、あ、あ、近くにいるわ。すぐ近くにいるわ。頭だわ、弱点。オッケー。近くにいる。まだ見つかってないの。地図あったぞ今。あった。あ、もう一体来てる。怪物が来てる。う、裏。そいつも頭ちゃって。オッケー。よし。よしよしよし。これ何これ。布。布。これは？マグナムの頭。うわ。いるね、あっちこっちに。あとアイテムはないか。ん？外出た。え、外？オフ。桃の付け根あたりだね。大丈夫だよ、走ってきて。オッケー。あー、待って。戻ってきた。走っても気づかれないよ。うわっ！あ、待って、階段の上行ってみない？あ、オッケー。なんか先進んじゃいそう。先進んじゃいそうな。つってこっちに回収要素があったりしてね。あり得るけど。逆にね、うん、それは一番困るんだよな。なんかこういうちょっと探索っぽい感じはね、ほんと原点回帰って言ってもいいかもしれない。一方通行じゃない感じね。ん？あ、石か。石持ち帰った。上にも敵いるんだっけか。いや、ほんがちょっと。ああ、え？ドリル印があるから、ああ、なんか下の方だね。ドリル印、開けるしかないんじゃない？待て待て待て、上になんかいるんじゃない？あれ。あ？ほんとだ。どうしよう。あれ？裏側だね、多分。これ気づかれるでしょ？ここに何かいる。気をつけて。気づいてないな。あ、どけばいい。はい。あ、ここか。おい。マグナムの弾。え、ちょっと待ってね。え、向こうに飛び移る？あー、これだってさっきの下だよね、多分ね。多分ね。行ってみる？あー、待て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 。気づいてもいいんじゃない？気をつけて。行ってみる？どこだ？弱点。足、ね。そうそうそう。あいつ出てくるんだろう。あいつ出てくると思う。ね、見てみる？見てればわかるんじゃない？来れないんじゃない？つかかってるよ。飛んでみるか。行く。飛べた。飛べた。オッケー。よし。終わった。アルコール。
ですよ、俺は。このピッキングが仕事だから。はいよ。金だな。千。そんなアイテム拾いきれなかった。もういっぱいいっぱい。俺はどうなってるアイテム状況。持てないね、アルコール。持てないね。ん？上？ん？ちょっと待って、何かいる。3体いる。何かいる。気をつけて。気づいてる、真ん中は。うわ、どこで来た。おお。あ、遠距離。うん。いや、降りちゃった、降りちゃった。バカ、モイラ、バカ。そしてハンドガンの弾がある。死んでないね。やばい、なんか来たよ、来たよ。よいしょ。この下にハンドガン弾あるよ、ね。そうそうそう、そこの下、降りてすぐのところ。こいつ、優秀者、向こう岸までジャンプできんじゃん、ぴょんぴょん。心臓の山いねえか。いや、これ先進んじゃった感じじゃない。ちょっと待って、このドアなんだろう。なんかこれアイテム回収のルートっぽくはないぞ。宝箱あるぞ。あ、いいんじゃない。だってこれほら、あ、いいのか。敵ここにいたじゃん、さっき。で、倒してこの扉の前で開けるかどうか迷って、一通なんじゃない。だって他にルートなくない、あと上行ったしかな。だってうちら下から来たでしょ。うん、下から来てやめて上行ったから。いや、結局はいいのか。そろそろナタリアもあれだな、あの手持ち増えればいいんだけど。お、え？そろそろナタリアも手持ち増えればいいんだけど。え、今どうなってる手持ち？増えた。あー、マジか。やった。じゃあちょっと余計ないと持っててもらおうかな。で、どっちだ？あ、ここ？ここ？おそーっと敵の気配は忘れた。ないね。ないならいいんだけどさ。でこっから何、どこに行けばいいの。え、な、いる。あそこに何かいる、気をつけて。え、あ、ちっちゃいのだ、あれだ。あー、これか。ちょっと待ってね。なんなんだろう。で、あれだ、なんか階段の虫だ。なんとかチュウ、ピカチュウ。本当の名前は擬態幼虫だけどね。擬態幼虫がいるってことは、うん、あれがあるんですよ、レンガ、どっかに。それってナタリア先生に引き下がるじゃないの。はい、ごめんよ。じゃあちょっとその間探してるよ。ナタリアセンサーにね、引っかかってないんですよね、青いのが。よいしょ。でもないはずがないんですよ。てか普通になんか瓶とか投げてボーンってなったりしないのかな。瓶もったいなくない。まあ確かに。まあいいや。ほら、取れる仕様にしてるはずだからさ。うん、クリーンハート。わっ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 、危ない危ない危ない。ちょっと待って、いるいるいる。オッケー、俺が対処しよう。どこだ。ちょっと待ってね。ね、弱点はね、左足下。あそこに何かいる、気をつけて。いけないかな。一匹じゃない。マジで。あ、くそ。結構できないな。で、どこだっけ。今は右足下。そう、そこ。よし。と。と。え、さっき言ったよな。痛い痛い。死んだフリーだね、2体とも。コア見えてる。
死んだ。でもう一体は、もう一体はここにいる。ちょっと待ってね、あれはどこだ。なんてわかんねえや。頭だ。逃げろ。よいしょ。ダメさん、ちょっとそこで待っててくれる？オッケー。あ、石ね。石拾った。石拾ったからね、擬態幼虫をね、やる。拾えなくなったし。え？え？あ、登れんの？あ、そこで使うんだったんじゃない？うまい。でもね、うん、来る途中にね、ナタリアセンサーでもう一個見つけた。お意外と近くにあった。じゃあその何、階段登って上でやるのか。ここから登れないのかな？登れた。あれ？あれ？え？実は投げなくていいとか。あれ？この子下にしか攻撃できないもんね、基本。あら、やっぱ投げると当てたんじゃね。俺がミスただけなんじゃね。あ、ほら、よし。ナタリアを置いてはいけんな。せかすなよ、ジジイ。ついてこい。怖っ。切れた。ついてこい。はい。ここで待ったろ。ついてこい。どっちやね。ん？あ、いる。近づいてきてる。え、何？え、画面おかしくない？バリー、向こう何かいる。またあの即死のやつがいるのか。どっちから行く？即死かどうかわかんないけど。こっちから行く？どこ？いや、あのね。バリー、この何かいる。部屋の中じゃないもんね、多分。こっちになんか道あるもんね。一個奥。ってか、でも行けない。そうだね。こっち、下がった。いやー、怖いな。どうする？上行く？下行く？そっち行く？ナタリア通れそうなのがあるんだ、ここ。ここね、下にね、ナタリア通れそうなのがあるんだよ。通った先にって聞いたりしない？ない。ちょっと待ってね。そこに何かいる。気をつけて。下に3個。多分三つ固めは多分あれだよね。爆弾だよね。でもあとないよ、行く道。こっち行くとどうなるのか。近くにいないんだよね。うん。何だったんだ今の。多分だから下だもんね。うん。下だから反応、ほら真下だから反応してるだけだもん、ね。ああ、そういうことか。単独で行くのはまずいな。あれ下がんない？こっち下に行く道あるよ。マジで？うん。どこだ？ああ、これか。ちょちょ。ああ。どこだい？ちょっと待ってね。いないよな、周りに。音聞こえる。これ入ったところすぐだね。ああ、ちょっと待ってな。何かいる。怖っ。なんもないかな。じゃあ回復するわ。じゃあ俺、あれ奥かな。奥だな、多分。奥だな。あいつ以外にいない？近くに。ここにいない？3つあるけど、多分あれ爆発するやつだもんね。気づいた。どこだ、どこだ。見えない。え？マリー！てか即死だったね。うん。え、なに あれじゃない？場所大体わかるんだったらさ、うん、マグナムで一発で仕留めた方がいいんじゃない？さっき玉手に入ったでしょ。なんかね、なんかね、やっぱ近くからなんか近づいてきてる気がしてたんだよね。でもさ、ナタリアセンサーさ、
ここしか反応してないのよ。ここ何かいる。ほら、いなくない近くに。うん。手前にいるね。手前にいるけどどうする？近づいてきてる。マジで。俺が邪魔か。はい。なんか一周して奥行くのかな。隣に後ろか。え、なんだ。いや、あいつどっからどう来てんの、あいつ。いつの間にか後ろにいたもんね、今ね。ね。ちょっとこっちから先に探索してみていいっすか。そっち行ってみる。うん。あれ動かない。あれびっくりした。でもこれ進んじゃうっぽくない。いや、どうなんだろう。うわ、そこに3つの弾ある。気をつけて。いや、 あいつ何なんだ。エンブレム。ん？階段の下。こっち。あれ？出ない。ん？あ、進んだ臭くね。進んだ臭いか。お前を許さない。まあ、いっか。戻れないね。ああ、戻れないんだ。じゃあ、まあチェックポイントもあるし、今回この辺にしとこうか。そうだね。よし。いや、あいつ怖いな。なんで、ああ、真上にいる。まあちょっと頑張っていこう。はい。はい、では、バイオハザードリベレンション2実況プレイパート7、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれなバイオハザード。